ガルカフェようこそ。今日は、番外編です。またまた番外編です。皆さんお待たせしました。もう一人ね、残っていたからね、そうなんです。瀬戸内宮さんについてお話しせんとね、ちょっと終わらん、ここ俺終わらんと思って。それがね、雨が続いてね、花道に行けなくてね。もう今日はこのね、あのミュージカルカフェ本物の、はい、からお届けしてます。はい、あのね、お客さん来てないから来てください。うん、そうな、コロナで困ってます。困ってます。来てください。それでは、はい、あの皆さんお待ちかね、お待たせしました、ルミさんの話をちょっとね、はい、させてもらいたい。懐かしのルミさん、はい、待ってました。ルミさんといえば、はい、ひまわりなんですよ。意味わかりますか？から瀬戸内みやさん、まあ、愛称がルミさんって言われててね、皆さんいろんなお名前がありますね。そうそう、本名からね、あのね、なんですよ。で、うん、あのとにかくルミさんは、うん、なんか私結構長いことをこうずっと、私のとにかく高校ぐらいになって、私もちょっとだんだん熱冷めてあんまり見なくなってる時に、うん、逆に私が連れてった人がめっちゃファンになっちゃって、うん、で私もその彼女にもう連れられていくみたいな逆にで、だから結構ルミさんは見てきたんですよね、ずっとね。で、まあ、ルミさんって一言で言ったらひまわりで、なんかひまわり、なんかもうおおらかなんですよ。もう太陽のようなおおらかさがあって、で、あの出身が徳島県なんですよ。へえ。よく阿波踊りのね、うちの劇団員もいますね、徳島出身、うん、徳島愛がいっぱいの、うん、愛がね、そうですね、阿波踊りね。そう、瀬戸内宮さんも徳島愛がいっぱいの人で、うん、はいはい、で対談されてから、うん、あの徳島でダンススタジオ、うん、これまたひまわりっていうダンススタジオね、そうなんやったんですよ。そう、ね、拍手なんかしないけど、で、瀬戸内みやさん、ルミさんは、うん、あの現役の宝塚時代どんな感じやったかというと、私がね、うん、一番最初にねルミさんを見たのは、長靴を履いた猫、大滝子さんっていう方がいらっしゃったんですけど、うん、この四天王の一個前なんですよね。あのベルバラはあのギリギリ出てはったんですよ、フェルゼンって、うんうん、でもその後たかなんかブワーってなった時にもうちょっとやめちゃったから、ちょっともったいなかった人なんですけど、この大滝子さんが長靴を履いた猫っていうやつでやめはったんですよ。でもね、この長靴を履いた猫でやめるってね、なんか全然恋愛ものの要素はどこにもないんですよ。宝塚で長靴を履いた猫っていうのがまたね、そう、で私宝塚見て恋愛要素が全くないこのほんまの物語、なんか皆さんがご存知の長靴を履いた猫そのまんま、いやもう面白くてね、あれ、いやすごい面白かったですね。でそれの、うん、あなたがやっている役です。うちは長靴を履いた猫あるんですけど、はい、シャルルですね、私は、はい、シャルルです。君は、僕は、僕はで瀬戸内宮さんはこの人がやっているシャルルのコンスタンタンっていう役があって、うんうんうん、猫がいて、うん、それのね三男坊で猫を引き取るね、うんうんうん、役 で、 すごいね、なんかもうめっちゃ良かったんですよね、おおらかで、すごいな、この人めっちゃなんか性格の良さが出てるわみたいな感じで、出ますからね、お芝居ね、出てますよね、うん、ってなって、そういうイメージが強かったんですよね、うん、ほんでその後なんかね、ベルサイユのバラには、うんうん、ギリギリ最後の方で多分東京公演だけやった気がするんですけど、うん、アンドレをやりはったんですよ、うん、私ねその頃だからね、もう無理やりね東京まで見に行ったんですよ。瀬戸内美和さん見にっていうか、ベルバラの最後みたいな、ほんまの最後よみたいな感じだったから、なんか無理越し東京までね、親にねなんか連れてってもらったんですよ。すごい。でベルバラの見たんです、うん、アンドレ、瀬戸内美和さんのアンドレ、いやちょっとちゃうなみたいなちょっとごめんちょっとちゃうなみたいな、なんかベルバラではなかったこの人みたいな感じで、 やっぱちゃうねんな、なんかこうベルバラではないねっていう感じやって、ほんでその後そうそう、ずっと月組にいてはって、その大滝子さん辞めて、で今度春の優さんが入ってきて、うん、下の2番手になって、ほんでミッキー入ってきて、うん、ミッキー3番手になって、うんうん、でそこでうちがよく言うこの3兄弟、月組3兄弟みたいなのが出来上がったんですよ。でここの時代がほんまによくて、で普通ね、なんかすごい正統派な春の優さんがおって、うん、ですごい破天荒な純美月さんがおって、だ真ん中って難しないなんかこの中でどういう個性を出そうかなみたいな、いやもうそれがね難しい立ち位置やったかもしれないんですけど、すごいもうガツッというね、そのいいなんていうのかな、なんかね、もういいキャラでね、もうずっと君臨されてたんですよね。
でその頃にあのバレンシアの熱い花っていうね、うん、あのロドリーゴっていう役をやってはったんですけど、それも3人3用のなんかバシッとしてたんですけど、そのなんかその時期にあの神助小唄っていう日本物の神助小唄ってね、ここね、あの丹波笹山なんですけど、うちら宝塚からここ通ってるんですけど、その間にナジオっていう場所を通ってきますね。神助のね、そうなんです。そうなん、このナジオの神助の物語だったんです。だからそうなんかすごい地元のやつやから見に行けってか誰かに言われた気持ちですよね、うん、ちょっとそこです、神助小唄の話。でそれはなんか春名百合さんが主演で、バレンシアの熱い花は主演やねんけど、神助小唄はなんか瀬戸内美和さんと純美月さんでやったんですよ。それとルビさんが主演でやりはったんですよ、神助小唄。ね、面白かった？いや面白かったよ。すごいなんかもね、もうガツっていう、すごいなんかで、ね、もうガツっていうしっかりした芝居っていうかね。めっちゃ見たい、なんかそれ。そう、すごい面白かったのは、ね、面白いっていう話じゃなくて、もうガツっとしっかり日本物。でその時になんかすごい瀬戸内美和さんのこの底力っつうのかな、をガツっとこう感じた作品だったんですよ。で結局ねその後ね、あの瀬戸内美和さんの代表作といえば心中恋の大和路っていう、あの近松門左衛門のメイドの飛脚なんですけど、これをやりはったんですよ、バウホールでね。もうめちゃめちゃ、これうち何回か言ってるやんな、ロックなんですよね、メイドの飛脚を、近松門左衛門を、もうねそのちょっとねお金にだらしないその主人公のなんか役をめちゃめちゃ上手かったですよ、もうねすごかったですね。これはねもう宝塚の中でももうすごい、あのこの間ほら春名百合さんのあの、とわ物語、とわ物語ともうねもう並ぶこの心中恋の山とついて、そうなんや、すごい。まあこれも脇役の名脇役の人たちもめちゃめちゃ出てはってすごい良かったんですけど、ほんでそれにそれとあともう一個で、ね、小さな花が開いたっていう、あのこれ山本周五郎の原作のお話なんですけど、このね小さな花を開いたもなんかすごいね、なんかベラボベーみたいななんかすごいなんか兄貴肌みたいな、で子供たちをこう戦火でねこう家を焼け出された子供たちを自分がこう引き取るんですよ。だからこれもねなんかすごい恋愛ものというよりはこの人情の役をガツってやるはて、だからね結局ね瀬戸内真さんって最初見た時はなんか靴履いた猫でちょっとなんかちょっとね可愛い感じでやってはったけど、結局その神助小唄はすごかって、で心中恋の大和路はもうやばくて、でこの小さな花が開いたっていうのはもう超当たり役やと思います。だからそういう風に日本物で実はすごい力を発揮しはったなっていう。なるほどね。でね、なんかね、私結構ねよく知ってるんですよ。あのねすごいね、元々のその瀬戸内美和さんが、もう人情家でもう誰が来ても面倒見とれいっていう。ほんでなんか私なんか知らんけど知ってるんですけど、下級生の子がなんか瀬戸内美和さんのとこに泣いて、ルミさんって言って、ね、よしよしみたいな、なんか私が面倒見たろみたいな感じの場面に遭遇して見たことがあるんですよ。でこの人こんな人なんやと。何違う違う、なんか歩いてた、わかんないですけど、なんかね、なんかその下級生の子がね、なんかだからすごい、だから星組でトップスターになりはったんですけど、あの大鳥蘭さんの後に、で大鳥蘭さんの後に瀬戸内美さんめっちゃ可愛そうやったんですよ。自分ずっと月組やったんですよ、ずっと月組で、ほんでなんか知らんけど大鳥蘭さん辞めたからって言って突然星組になって、そのままトップに、組代わりっていう、それめっちゃ可哀想なんですよ。やっぱり自分とね、まあ、一つのチームみたいな感じですもんね。何作品も何作品もやって、あの自分の組でこうトップになるのはいいと思うんですけど、めっちゃ築き上げた月組じゃなくて、全く知らん星組ぴょっていいかして、でみんなここ大鳥蘭さんすごいっていう組子の人たちがみんな おるとこにポンって入れられたら、ちょっとそれやりにくいですよね。やりにくいでしょ。でもね、ものの見事にね、あっという間に瀬戸内美和になったんですよ、その組がね。だからやっぱり周りの人もなんかあの人の、人望があったんですかね。人望ですね、人望で、それでなんかもうそういう風になって、
て星組っていうのがもう瀬戸内美也さんの星組っていうね時代がこう築かれたっていうね。だから人間性とそのベロゴメみたいなその日本物のなんかほんでちょっとこうあのこうね心中恋の山田じゃね一幕のラストでこうねなんとかだよってこれ開けてみせるぜみたいななってこうね、うん、お金をこうシャーってやってねパーンって巻くとこで一幕終わるんですけど、なんかもうねすごい迫力でしたね。そんな見たい見たいな。いやもう新宿公園の山とあのこの間の松子ドラマ語りはやっぱもうほんまにすごい作品やと見る方法ないんですかね、まあ、だからあれバタバウホールっていうのがねすごいよ。見る方法ないんですかね。竹を割ったよな、なんかもう曲がったことは絶対大嫌いだぜみたいななんかもう合ってることは正しいことは貫き通すんだいみたいな人だったんですよ。なんかそれがすごく良かったですね。ほんでそれで辞められてあれですか、海外ニューヨーク、そうそう宝塚辞められた次の日かなんか宝塚がやっぱすごく好きやってでやっぱり辞める時にすごい決心があってで辞められた次の日にニューヨークかなんかに行って語学留学かなんかしはったんですよ。ほんで日本から消えてしまって潔いですねそれまた ね、うん、ほんでなんかある程度して戻ってきてダンススタジオを作りましたんですよ ね。だからそういう感じの人で、いやでもねなんかあの日本物のなんか凄さのなんか迫力と、うん、なんかもうあの縦割りなこの性格がこうバッと出るこの日本人のこういう正義、うん、なんか曲がったことはあかんとか、うん、こう日本人としてのそういう精神と、うん、多分瀬戸内美也さんが持っているそういう精神が、うん、多分もう一致するんでしょうね、うん、だからそれで日本物でそういうのがバンと出るっていうのがすごく出てたんちゃうかなと思います。なんか今もね多分あの活躍されてると思うんですよね。だからまたね機会があったらほんま、はい、うん、見たいなってすごく思います。はい、それでは、もう四天王と、はい、あのね、純光希さん、瀬戸内美也さんまで、もんで、喋り尽くしていただきました。はい、ました。ね、ほんで、他の動画では、うん、あの、ランキング、はい、名作ランキングとかをね、うん、ちょっとやり始めました。もうね、大人気なんでね、宝塚歌劇の。そうですね、作品ね、うん、とかの、あとね、脇役の人の話もしたいですね。もう、名脇役の人たちがいっぱいいたから。まあ、それ作品の中でやりたいと思ってるので、今回はショーのランキングやったんで、うん、今度は毎回やってる日本物のランキングとかね、うん、もうすでに2作品めっちゃ言うてるけどねなんか他にもいっぱいあるんでなんかそういう作品とか、はい、なんかね、はい、あのミュージカルブロードウェイのミュージカルをやったやつとかね、うん、まあ、そんな話もいろいろね、ミュージカルのこと楽しく ね、人にね、そうですね、で、このチャンネルでは、はい、そのミュージカルの必要なトレーニング方法とかも、はい、あの発信してますので、はい、皆さんもあのそれもぜひやってみてください。役者の皆さんもね、こう声が出にくいなって悩んでる方もね、そうそう、はい、あ、それではぜひ皆さんのチャンネル登録してまたこういうやつも押していただいて、はい、これなしでこっちで、はい、していただいて、はいはい、ミュージカルカフェにお越しください。